松城群発地震。松城群発地震は、長野県萩島郡松城町、現長野市付近で1965年、昭和40年8月3日から約5年半もの、間続いた、世界的にも稀な長期間にわたる、群発地震である。松城地震とも呼ばれている。震源地はみ上山付近。総地震数は71万1341回。このうち、 有感地震は62,826回、震度5、9回、震度4、48回、震度3、413回、震度2、4596回、震度1、56,253回を数えた。深さ 7km より浅い地震情報では、震源の深さは、ごく浅くと表現される地震がほとんどで、群発地震すべてのエネルギーは、 M6.4 に相当する。地殻変動が最大であった場所では、この地震活動の前後で約1メートル隆起し、隆起域の直径は約10キロメートルに及んだ。また、付近には松城地震断層が発見された。なお、微小地震の検知能力が十分にあったにもかかわらず、グーテンベルグリヒター速により期待される回数の微小地震は発生しなかった。 地震の原因としては、諸説あり、いくつかを列記する。震源域となった松城は、フォッサマグナの中央部にあり、中央流気帯の北西園付近に位置し、糸井川静岡構造線に近い、中心旅行期以降沈降している、長野盆地及び、水内丘陵とは異なった地質区を形成、相対的に流気している地域である。数年後に行われた人工地震調査により、 水内丘陵と中央流気体の境界と考えられる構造が地下に発見されたが、群発地震は境界を越えた水内丘陵内部では発していなかった。1967年、昭和42年には付近の重力分布調査が行われ、皆、上山付近には低重力域があり地下には縦800メートル、横1500メートル、 高さ200メートルのマグマだまりが起源と考えられる。空洞の存在が推定される。ボーリング調査により、皆、神山溶岩は150メートル程度の厚さがある、ことが確認されており、その下に、湖水体積物が見つかっている。この群発地震は、震源域の広がりによって5つの活動期に分ける、ことができる。当初、中央流気体制園に沿い発生していた地震は、 南西北東方向に震源を拡大させながら、全体の活動は低下していた。1965年、昭和40年8月から1966年、昭和41年2月。震源は、水上山を中心とした、半径 5km の範囲内。1965年、昭和40年8月3日午後0時19分。 気象庁地震観測所の高感度地震計は、震度0の極微小な地震度を観測した。8月7日には、最初の有感地震が発生。8月17日には、有感、無感合わせて283回もの地震を観測した。10月1日午後5時27分には、震度3の地震が初めて発生した。11月22日から23日にかけて、 震度4が2回発生。無感地震を含めると1日2 0 0 0回を突破するようになる。1966年昭和41年3月から7月、震源域は北東南西方向に広がる。1966年昭和41年1月23日午後8時15分、最初の震度5を記録。この地震を 主とする一連の地震で家屋の一部損壊17個、破壊死倒壊31件などの被害が出た。4月5日には最大規模となる M5.4、震度5の地震が発生した。また、4月17日には、無感地震が6119回、有感地震661回、約2分に1回観測され、そのうち、震度5が3回、震度4が3回であった。 家屋破損に伴う負傷者も出た。1966年、昭和41年8月から12月、活動の最盛期で、震源域はさらに拡大。当初の皆、上神山付近から、須坂市、川中島、長野市、公職市、原築間市、砂田町、玄上田市あたりまで地震が発生するようになる。皆、上神山付近の地割れ群からは、湧水が始まる。 この時期の総有水量は約一千万メートルと推定される。このため、水無新山の南にある牧内地区では地滑りが発生、家屋11個が倒壊した。しかし、東京大学地震研究所の教授らにより予測されていたため、住人や家畜はすでに避難しており、無事であった。原因断層付近での遊水は、火山活動を原因とする国流型でそうう質量は、 10メートル、立方メートルと推定されている。1967年、昭和42年1月から5月、震源域はさらに北東、高山村や須坂市、南西方向、堺村に伸び、水港山を中心とする、中央部の活動は減少した。地震数は激減し、1年間で2351回であった。1967年、 昭和42年6月から1970年、昭和45年6月。活動は急速に衰え、1年間で観測された地震数は、1968年には745回、1969年は388回、1970年は201回であった。6月5日に収束が宣言された。しかしその後も、 余震と見られる振動が続いた。1930年6月1日の茨城県北部地震 M6.5、1943年8月12日の田島地震 M6.2、1949年12月26日の今市地震 M6.2、M6.4 がきっかけになったとの研究があるほか、1964年、 小川半島沖地震 M6.9、新潟地震 M7.5 との関連性を指摘する研究がある。別な研究では、町代群発地震に先立って、日本海東円変動帯で発生していた青森県、西方沖地震と新潟地震の影響を受けて、応力が高まり影響を受けた。被害は、道路の地割れや、住宅損壊、液状化、地下水の湧水などを中心に起こり、 総被害は、負傷者15、家屋全壊10個、半壊4個、地滑り64件。住民の中には、ノイローゼを訴える者も,も現れた。震源域内で各種の観測と研究が行われた、結果、日本の地震予知研究は大きく進歩した。また、北新地域近く活動情報連絡会がモデルとなり、1968年、昭和43年4月、 国土地理院に事務局を置く自震予知連絡会が発足する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。